愛する平成中村座が、この九州の地に上陸するということで、本当に我々、もう楽しみが常々言っていたのは、やはり歌舞伎をまだ、見たことがない方っていうのがこの日本、各地にたくさんいらっしゃるので、面白い芝居を見せたいと。で中村座はいわゆる、テントというかね、仮設の小屋ですから、どこにでも行けるっていうのが強みだな。勝山公園で11月1日から26日まで行われる平成中村座小倉城公演に先駆け、出演する中村勘九郎さんが小倉城を訪れ、天守閣で記者会見を行いました。父の子中村勘三郎さんが2000年に立ち上げた平成中村座が九州に上陸するのは初めてで、歌舞伎座のない地方都市での公演をできるだけ長く続けたいと意気込みを話しました。26日間、昼の部と夜の部合わせて全47公演を行う予定です。以上、小倉経済新聞がお伝えしました。